向こう側は、甲子園高速フェリーが運行していたフェリー。第五早草の大船として、新居浜造船所で建造され、1990年4月に、就航した。バブル景気を反映して従来船より大型化した、豪華フェリーとして建造されたが、結果的に甲子園、フェリー最後の新造船となった。1998年4月の、 赤市海峡大橋海通後も運航は継続されたが、乗客源により8月31日に航路休止となり、他の5隻と共に、常石造船で継船された。1999年6月、ギリシャのアーゴサラニコズラインズシッピングに売却され、ナファリーとなり、新たな船首を取り付けるなど改造を受けた。改造中に、ミノアンフライングドルフィンズに売却され、2000年5月に、 エーゲ海航路に就航した。2005年に1月、ヘレニックシーウェイズの設立により、ミノアンフライングドルフィンズが統合されたため、ヘレニックシーウェイズへ移籍した。2012年6月、ベネズエラのナババスに売却され、エエガララとなり、マルガリータ島への航路に就航している。甲子園、フェリーヘレニックシーウェイズナババス1996年2月3日、20時22分頃、 津波港から西宮港へ向かっていた元船は西の宮防波堤東,東東大の南南西約580メートルの地点でプレジャーボートハローパシフィックと衝突した。ハローパシフィックは蛇行して航行しており、本船は減速した上単焦島を照射したが、本船の右舷船主部にハローパシフィックの左舷中央部が後方から10度の角度で衝突した。衝突により、 本戦は、右舷船手部に、作家賞、ハローパシフィックは、左舷外犯に波行を生じ、ブリッジのハンドレールを損傷した。事故原因は、ハローパシフィック船長の飲酒運航であった。ありがとうございます。